スターズオンアイストップを切るのは昨年期待通りの躍進を遂げたこの人、日本を代表するスケーターに成長した小塚崇彦。そんな今の自分を自然に表現できるというナンバーは、ラストダンスは私と。Every dance with a guy who gives you the eye, let him hold you tight. And you can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and who's what you're gonna be. So darling, save the last dance. あまりにもサラ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 簡単に滑っているように見えるので、はい、本当に簡単なことをやっているのかなって見えると思うんですけれども、実はすごいステップワークで、はい、つないで難しい体勢のままジャンプを飛んだりですとか、非常にいいプログラムナンバーに仕上がってるんですよね。本当にこの膝と足首の柔らかさ、これは小塚選手ならではですね。ジャンプも本人は本当にその今シーズンが躍進を遂げたと自信を持って今はこの曲ランバーに対して臨める、そう話していました。このナンバーの中ではジャンプ の逆回転のサルコー、この後出てくるでしょうか。来ましたね。この後にもう一回降りた足 で、はい、この両回転やるのってなかなか大変なんですよ。トップを堂々と飾りました、日本の小塚崇彦です。